どうした方がいいですかっていうのはみんな知りたいところだと思います、うんうん、なのでここで使える武器マルチということで、うん、皆さんに一つ公式をお伝えしたいと思います。公式、こちらはこちらですね、うん、アメリカはこの20年ですね、資産が 3.11 倍ということで3倍以上資産が増えたんですね、うんうん、方や、まあ、貯金を多くするあまり投資をしない日本人の資産は残念ながらこの20年で 1.47 倍ということなので、どうも、デボートチャンネル、マツです。森です。本日の動画ですね、はい、誰でもできる貯金と、そして投資のですね、割合の決め方ですね。うんうん、これについて、すぐに真似できるお話を、していきたいと思います。待ってました。まあ、皆さんもですね、投資をしていく上で、自分の状況に合わせてですね、正しく投資をしていきたいと思うんですけども、その中でですね、じゃあ実際にどうやってそれを決めていくかっていう、まあ、計算式についてお話をしていきますので、はい、ぜひこの動画を見て参考にしてみてください。はい、このチャンネルはですね、投資歴10年以上の僕マッツーと投資を最近始めたばかりの投資初心者のマリちゃんですね、でお送りする投資チャンネルになります。投資の解説動画やまた実践動画ですねお届けしておりますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。デコボコ投資チャンネルの公式 LINE を作りました。このように LINE 限定の配信をしております。公式 LINE に登録をしてもらえるとですね、このような形で誰でも資産運用が始められるパーフェクトガイドがついてきます。登録方法は概要欄のところからデコボコ投資チャンネル公式 LINE というリンクを押して登録をしてください。皆さんの公式 LINE の登録お待ちしております。早速ですね、貯金を投資に回す適切な割合についてお話をしていきます、はい、でまずですね、適切な割合をそもそもなんで知らないといけないのかっていう理由をお話しし、うん、そしてですね、一発で投資の割合が分かってしまうですね、マル秘テク、まあ、これは計算式なんですけども、これを解説していきます。そもそもですね、なぜ、我々がですね、適切な投資の割合を知るべきなのかというところでいくと、結局はですね、貯金ばかりしていくとまずいから投資をしなくちゃいけないって話なんですね。で、なぜですね、じゃあ投資の割合を増やさなければならないのか、適切な割合を知らなければならないかと言いますと、うん、で世界全体はインフレしているということで、これも、実際ですね、データを IMF というですね、そういった機関がですね、正式に出しているんですけども、うん、例えばですね、アメリカだったら去年ですね、1.25% 物価が上がったと、イギリスはですね、0.85%、 そしてトルコですね、はい、はなんと 12.28%、 すごいということで、物価がですね、1.1 倍以上上がったんですね。はい、なので、全体的に見るとですね、毎年毎年、もちろん景気とかですね、経済状況によりますけども、はい、インフレが起きているということになります。はい。これ、インフレが起きることで、お金の価値っていうのが下がるんですよね。そうですね。物の値段が上がっているということは、我々お金をいっぱい払わなくちゃいけないということなので、うん、それが今起きています。日本の場合は、まだですね、その年によってインフレしたりしなかったりなんですよね。うん、2020年はマイナス 0.03% ということで、うん、はい、まあまあ、プラマイトントンぐらいだったんですよね。ただ、世界平均直すと、3.18% ということなので、もう世界全体はインフレに向かっているという流れになります。はい、で、ここですね、まあ、雑談じゃないですけども、うん、世界一ですね、インフレを起こした国がありまして、はい、まあ、それがまあベネズエラという国なんですけども、はい、これはなんとですね、2020年、2355%、物価が上昇しました。どういうこと？つまり、物の値段がたった1年で 24.5 倍以上ですね、はい、増えたということになります。インフレが起きてしまうとですね、現金の価値は減るんです。うん、なので皆さんよく貯金1000万円貯まりましたとかっていう話して喜ぶ人もいるんですけども、それはですね、実は良くなくてですね、じゃあ価値が半分になってしまったら1000万円も500万円の価値しかないということになるわけなんですね。例を出しましょう。はい、まあ、皆さんも、よく知るですね、吉野家の牛丼、はい、はい、美味しいですね。これを、まあ、皆さんも食べたことあると思いますが、昔ですね、2013年はなんと牛丼の並ですね、はい、1杯280円で食べられていました。そんな安いんですか？安いって思うかもしれませんね。それはなぜかというと、今現在2021年は1杯426円ということで、なんとですね、この8年で、うん、52.1% も値段が上がった。つまり牛丼並み一杯がですね、1.5 倍の値段も上がったということになります。これは、つまり現金の価値が 1.5 倍下がってしまったということですが、まあ、つまり半分になってしまったということですよね。はい、まあ、ちなみに、ベネズエラの場合、じゃあ、牛丼一杯280円が、ベネズエラで起きたとしたらですね、はい、なんと一杯6860円と。もうこれ買えないですよね。ということで、はい、まあ、高級な。高級、どんだけ美味しい牛丼なんだろうというぐらいの、まあ、値段になってしまっているということなんですね。で、これはもっとですね、イメージしやすく言うと、例えばですね、2013年まではですね、1万円出したら牛丼がなんと35杯以上食べられたんですね、うんうん、まあ、十分生活できますね、はい、これは2021年では1万円出したとしても23杯ぐらいしか食べられない。
非常にですね、お金を出した時に対してですね、その我々が買えるものというのが少なくなってきています、うんうんうん、ということで何が言いたいかというと、ちゃんとした貯金と投資の割合を適切に知っておかないとですね、インフレの今起きている時代において、貯金とか、まあ、預金ですね、これはむしろ悪いやり方になりつつありますので、もちろん貯金することは悪ではないんですけども、貯金だけしてるとまずいんだよという状況ですね。なのでインフレが起きるということはですね、現金の価値が下がりますから、なので皆さん適切な投資の割合をしっかりとして投資をすることによって、インフレ以上にですね、資産を増やさなければなりませんということになります、はい、ただしここでですね、まあ、ちょっと困ってしまうのは、結局はまあその人の年齢とか、まあ家族構成とかですね、まあ、個人の資産状況などによって投資の割合ってのはもちろん変わりますね、うん、若い人、年齢が高い人にも変わりますし、はい、まあ独身の人、また家族のいる人によっても変わるわけですね。じゃあ結局自分ってどれぐらい投資した方がいいんですかっていうのはみんな知りたいところだと思います、うんうん、なのでここで使える武器マネックということで、皆さんに一つ公式をお伝えしたいと思います。公式、それがエイジスライドというものですね、はい、これはですね、アメリカで実際ですね使われている公式でして、うん、これを使うとですね、自分が一体どれぐらい貯金のうちの投資に回した方がいいか、割合ですね、うん、これを知ることができます、はい、でその公式がこちら、120-今の自分の年齢ですね、はい、イコール投資をする割合ということになります、うんうんうん、で例えばですね、30歳の人の場合、この式に当てはめると 120-30 ということですから、90% という数字が出てきます、うん、なので、まあ、この方の場合はですね、例えば100万円貯金を持っていたとしたら、そのうちの90万円ですね、うん、は投資に回していいよということになります。結構な割合ですね、まあ、がっつり投資していいということですね、うん、じゃあもうちょっと年齢上げてですね、じゃあ50歳の人はというと、はい、まあ式は 120-50 ですから 70% という数字が出てきます、うんうん、100万円持っていたとしたら70万円は投資に回して OK ということになります、はい、なるほど。急な資金が必要になった場合に困るので、うんうん、できればですね、生活防衛資金別にちゃんと確保した上でこの計算を使った方がいいですね。なるほど。でこの資金のいいところはですね、年齢が上がれば上がるほどにリスクが取れなくなってくるというのを組み込んでますので、うんうん、年齢が高くなればなるほど現金比率が自然と上がることになります。これはですね、もうアメリカのもう多くのですね、労働者は働きながら頑張って給料を得て、そしてですね、この公式通りに投資で資金を集中させてるんですね。なので億万長者という人が多いのは、アメリカ人はこの式を利用してしっかりと自分の年齢に合わせてですね、投資を継続してきたから将来の億万長者が増えるということになります、はい、でその結果ですね、じゃあ日本とアメリカでどれぐらい差がついたんですかって話はこちらですね、うん、アメリカはこの20年ですね、資産が 3.11 倍ということで3倍以上資産が増えたんですね、うんうん、片や、まあ、貯金を多くするあまり投資をしない日本人の資産は残念ながらこの20年で 1.47倍ということなので、うんはい、全く増えなかったということになります、はい、ということで、話の要点としては2つで、もう今はですね、インフレが起きていて世界全体で物価が上昇しています。で日本もその年によって物価上昇したり、まあ2020年だったらちょっとマイナスになるっていう時はあるんですけども、基本的にはですね、吉野家の牛丼を見てもらったら分かる通り、長期的に見ると物価は上がってるんですね、うん、でそこに対して貯金ばかりすると自分の資産は逆に減ってしまうということになりますので、まずはちゃんとですね、投資をしなくちゃいけないというのが一つ目ですね、はい、でそこに対してですね、その人に合わせた適切な割合ですね、投資の割合っていうのは先ほどのエイジスライドというもので計算できますので、皆さんも自分の年齢を当てはめて、そして生活防衛資金を抜いた上でですね、どれぐらい投資をした方がいいのかですね、うん、ぜひですね、その投資額割合を計算してみてください、はい、以上が実際ですね、投資の割合をですね、出す計算式マルヒテクの、お話でした、はい、皆さんもですね、投資をしていくときにある程度貯金というのももちろん残さなくちゃいけないし、でも投資もしっかりしなければならないというところで、ぜひ今回の動画を参考にですね、正しい投資の割合というのを決めて、そして資産運用をこのチャンネルをですね、参考しながら進めていっていただければなと思います、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。